どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボウスレレウクレレガズモデル、これ現在予約受付中を使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。これ普段聴いている音楽を自分で弾いて歌ってみる、これ最高だと思います。まさに今日はそんな曲を取り上げたいと思います。今ガズの家のでめちゃくちゃ聴いているですね、もううちの車でですね、もうこれはから聴いてるっていうバンドがあるんですよ。はい、今日取り上げる曲はこちら、ドン、ブリンクワイリー2のアンセムパート2、この曲お届けしたいと思います。このブリンクワイリー2っていうのは、まあカリフォルニア、アメリカカリフォルニアのパンクバンドなんですけども、やんちゃでですね、まあ、あの僕も昔大好きだったんですけど、最近妙にまたこれが流行っちゃったですね、我が家でガズ家で。もういつもね、車に乗ってる時にこれを聴いててね、まあ、これはもうやるしかねえと思ってやります。すっごい気持ちがいいパンクロックなんですよ。爽やかで、しかも英語もですね、日本人的にはですね、すごく歌いやすいと思います。はい。もしこの曲ご存知の方は、やったと思われる方多いかもしれないんですけど、知らない方もぜひね、これ歌詞の内容もものすごいこう、いいんですよ。こう、熱くさせる感じ、和訳もぜひ読んで、やっていただければなというふうに思います。これかなりね、ちょっと凝ってますんで。やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。ゆっくりやります。後半のかっこいいバージョンはかなりですね、深いとこまで掘り下げてますから。もうバンドなんでね、キメが多いんですよ。それをできるだけ再現してるんですけど、このちっちゃいウクレレ一本でまさにどこまでできるかっていうね、挑戦です。パンクロックをウクレレ一本でやってみようと思います。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど、もう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるという、レッスン動画のプログラムがあるんですよ。このプログラム、めちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで、本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここにあります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやってまいりましょう。 Blink Wiley 2の Anthem Part 2、ガズレレ簡単バージョン、やってみます。
せーの、チャカチャ。ブリンク182のアンセムパート2。ガズレレ流簡単バージョンやってみます。いいでしょう。なんかね、もう大好きなんですよ、とにかく。これがね、車乗ってる時にもうこれがもうめちゃくちゃ気持ちいいわけ。これを聴いているんです。本当に。はい。私としてはもう最高に気持ちが良かったんですけどね。今のシンプル簡単バージョンはね、簡単ですよ。コードはね、6個でできるようになっております。ぜひですね、皆さんちょっと取り組んでいただきたいなと思うんですけど、途中でね、ちょっとゆっくり弾くところが出てきたと思うんですけどね、それもちょっとこの後解説しようと思うんですけど、チャレンジしてみてください。そして今ね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでお届け、させていただいております。今のね、ガズレレバージョンでちょっと練習していただいて、私全部やりたいなという方、コード進行一緒ですからね、今ちょっとカットした部分付け加えて、歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作って練習してみるのもいいかと思いますけど、ひとまずガズレレの YouTube に合わせて練習スタートしてみてください。この曲は一緒に歌えるようになるまで結構時間かかるかもしれません。英語簡単だと思うんですけどね、洋楽にしてはすごく歌いやすいと思います。まず最初の歌い出しとかもね、 Everything has born to、 これ分かりやすいんですよ。結構これがね、みんなで歌える感じがたまらないなということなんですけど、はい、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できるようになったらもう素晴らしいと思います。できるようになった方おめでとうございます。できるようになった方は次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、コードを弾いて、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からね、歌詞とコード全部丸暗記するっていうのは難しいでしょうか。まずは楽譜を見ながら練習していてもらって、だんだん自分の中で落とし込んでいく。いずれは覚えちゃって、太陽、さんさんと輝く太陽に向かってこう奏でるとか。気持ちがいいと思いますよ。はい。やってもらいたいなと思うんですけど、楽譜ってでもどこにあるんだろうということだと思うんですが、安心してください。今の演奏は、はい。ガズの手書きのノートに書いて、今ガズを演奏していったんですけど、皆さんにもね、こんな風に画面にね、大きく映して、こんな風に書いたらいいよとシェアしようと思うんですが、今、めっちゃいいサービス始まってます。これ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたアンセムパート2を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の山のようなデータストックがあります。その中からですね、皆さんがこの曲やってみたいな、楽しいなというのをね、選んでいただいて、毎月5曲、お手元にダウンロードしていただけると、この楽譜がね、もちろんこの楽譜全部ガズレレのレッスン動画に紐づいてますからね、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとか見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題。ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。アンセムパート2、ブリンクワイリー2見ていきましょう。まずこのね、ちょっとイントロ見てもらいたいんですけどね、イントロ1、イントロ2、イントロ3ということで、これイントロめっちゃ長いんですよね。まずここで優しく始まります。で、これかっこいいバージョンではここタカタカってキメを入れるんですけど、シンプル簡単バージョンは伸ばしていきました。はい、この辺のことは後で解説していきます。で、ここもね、見て、タカタカとーってこれ、かっこいいバージョンではここちょっとキメが入るんですけど、ここちょっと見てもらうと、この行ね、見て、かける3回やるんですよね。ここが注目で、動画のテロップは大丈夫なんですけど、このようにかける3ってやっちゃったんで、ここ見てもらいたいんですけど、1回目だけこういうキメが入りますよと。で、逆にこっちは一番最後の3回目だけここにキメが入ります。これも後で解説していくけど、こういうふうに下にくるっと囲ってあるやつはかっこいいバージョンでのメッセージなんで、そこを最初にちょっとお伝えしておきましょうと。こういうところとかもね、はい、キメが入るよとか、こんな感じです。で、こうやって今映しとくので、カメラに大きく皆さん一時停止してゆっくり書いていってください。一時停止ですよ。はい。いいですか。
で、さっき紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜のデータそのものをダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、歌詞の上にこの点があるじゃないですか。これで、Everything has fallen to pieces, earth is dying。こういうのが全部分かれになってます。はい。これもね、ガズクラブでダウンロードするのもめちゃくちゃおすすめですよということで、時間ある方はどんどんメモってください。まず A メロまで。A メロから感想。ここのところが印象的なんですね。伸ばしたり、かっこいいバージョンでアルペジオだったりとかいろいろあります。はい、OK。じゃあ次。2番の A メロからサビ行きましょう。はい。いっぱい歌詞があるね。英語だからね。ここサビ。We really need to see this too. これね、かっこいいサビですよ。で、ここで、この、ここの Em7 と F のところで、シンプル簡単バージョン2個弾きになります。1、2、1、2、1、2、3、4、1、2、3、4。これはね、ちょっとテロップで確認してもらうとわかると思うんで、ちょっとやってみてください。で、この後ブリッジパートで、ちょっとこれおとなしくなる感じで、C、C、Am、F なんですけど、ここの下見てください。これ。3弦の、0095とか書いてあるんですけど、これね、ベースだけでやってる。これね、あとかっこいいバージョンだ。ここね、ベースを表現してますよということでお伝えしてます。やってみてください。これもね、見て、かける3ですよ。これ、かける3。3回繰り返して、最後止まって、サビに入っていきます。We already need to see this to やって、最後、イントロ2をやって終わるということです。イントロ2っていうのはここですね。C, D マイナー、A マイナー、F, C, D マイナー。これをやって終わるよというのが、ガズレレのアレンジでございました。いやー、なかなか山盛り。はい。ちょっと出てくるコードじゃあ見ていきましょう。今日は入門コード6個ですよ。コードはね、簡単です。言っていきます。C, A マイナー、F, D マイナー、G7、E マイナー7の入門コード6個。これガズレレでは、もうラッキーな、もう簡単コードばっかりです。はい。これをご紹介させていただきます。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんに10個ドンと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃめちゃいい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、これ10個覚えちゃってくださいね、ベーコン早く。今日そのうち6個出てきますよ、ということで、これは覚えてね、というふうにお伝えしておきましょう。さあ、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前に、歌ですね。やっぱりこれはね、日本人にとってはこの歌はかなり歌いやすいと思うんですが、とはいえ英語の曲ですから、やっぱりね、聞くとですね、発音の勉強なんですよ。このブリンク YNT2 ってバンドはですね、僕ね、もう一個のすごくおすすめ、みんなにおすすめしたい理由があって、英語の発音っていうか、こう、なんていうのか、カリフォルニアの若者のね、英語の発音がすごくこう、わかるんですよね。この巻き舌の感じがすごくわかる。それ一生懸命僕も真似するんですけど、難しいです。まあでも、だから、慣れきってモノマネするのがいいと思うんですけど、そんな聞き方もね、このブリンク YT2 してもらうと面白いかもしれない。僕もかなりね、そのブリンク YT2 の英語の歌い方はね、もう研究しているつもりなんですけど、ね、難しいよね、それはね。はい、なりきるの大事だと思います。そうやってみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒なんですけど、もう細かい決めとかいっぱい入ってくるんで、ちょっと、ね、どんどん解説いきますよ。まずね、出てくるリズムからいきます。今日出てくるリズムはたくさんあります。これです。ドン。アルペジオ、ガズペジオ、8ビートの茶、疾走ビート、アイランドビート、シンコペーション。こんな感じでございます。山盛りですよ、これ。山盛り。はい。これはですね、今映ってるリズムの弾き方、ちょっとここにリンク貼っておきましょう。ひとまずは。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説動画が、そこのリンク先に全部上がってますから。知らないなというリズムをそこで勉強していただいてもらいたいなと思うんですけど、今日はもうね、最初から最後まで順番に解説していきます。まず、かっこいいバージョンなんでね、なかなか濃厚なんですけど、イントロが、イントロちょっとやってみるとですね、2つの弾き方が混じってます。最初はあのね、ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、すごいでしょ。これでいきたい。これはね、ダガダガっていう風にキメが入るんだけど、その後はガズビジオで小さくいくんですよ。こうやって口で言うとダガダガッドンダ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 ガダガッ、こんな感じで落差をつけたいんです。これ原曲聴いてもらったら分かるけど、でちょっとリズムが難しいんで、ダガダガドンバントンタントン、ダガダガトン、最後のトンっていうのは4弦の開放弦 C で、ダガダガトン、ここまでが C って考えると楽だと思います。ダガダガトンタン、ここから Dm からは普通のガスベジオ、もう一回ダガダ
長い4弦 A マイナー、はい、これはですね慣れるとできるかと思うんですけど、慣れるまで難しいかも、はい、結構速さもありますね。でその後、イントロ2というところに入っていくんですけど、こう結構長く回すところなんですけど、1回目のところだけ今のイントロのダガダガのこう香りを残すためにダガダガダン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 8ビートのチャに入っていくんですけど、最初の頭の1回目だけダガダガダン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 、これ矢印マーク書いてあったでしょ。これはねリズムが前にズコンと前に食い込んでくるよというシンコペーションというリズムの合図なんですよ。もう一回やってみましょう。ダガダガドーンダンドコダンドダンダンダン、はい、今のシンコペーションはちょっとマニアックな話ですけど、ダウンで次のコードにドーンと突っ込んでいったんで、大きいシンコペーションってカズが言ってるやつなんでね、これはちょっとね練習が必要かもしれない。ちょっとイントロから、イントロ1からイントロ2に行ってみましょう。せーの、もう一回、次ですよ、3、はい、こっから8ビートのチャンスね、はい、はい、こんな感じでねあのリズムに入っていきます。でここイントロ2はしばらく流して、その次イントロ3っていうのが行くんですけど、そこでもシンコペーションのね応酬でかっこいいフレーズがあるんです。ちょっと弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、デン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 これがイントロ3です。今のシンコペーション分かった？ C のところで、ダンダダスタダーン。C で、はい、C2 つ並んでるとここの弾き方です。ワン、ツー、スリー、フォー、ダンチャタスタダーン、ダンダダチャン。これですね。で、次のブロック、Am と F のシンコペーション、ダンダダスタダンスタダンダダンですね。同じタイミングなんだけど、コードが違う。もう一回ゆっくり行く。ワン、ツー、スリー、フォー、デンスタッタンダンダン。3連の決め、タタタタタタタン、A マイナー F、 こんな感じですね。これはかっこいいんだけど、これね曲を知ってる人はこの感じはわかると思うんだけど、いざ弾いてみるとねすごい自分では難しいと思います。もう一回いくよ。ダンチャタスタチャンって、これもダウンでシンコペーションする、でっかいシンコペーションですね。このシンコペーションのことよくわかんないなって方は、さっきのリズムいろいろのところにシンコペーション濃厚解説があるんで、そこをね見てもらうと、でっかいシンコペーション、ちっちゃいシンコペーションっていうのが出てくるんで、ちょっと練習してみてください。で、こっからですね、かっこいいバージョン、あ、じゃね、A メロの1番に入っていくんですよ。歌が、Everything has、ここのところは、シソビート。これがね、いいんですよ。シソビートっていうのはこういう感じ。アクセントだけ、チャが入んないですよ。トトトトトトこれでいきます。 Everything has fallen to pieces。 はい、これかっこいい。それで A メロが終わって A が not sure but not true。 次感想、たまらないです。これはですねアルペジオなんですけど、ちょっと8ビートっぽいアルペジオっていう風に表現しておくと、感想ね、わかる？ A マイナーで一回ドロンとパンタタン、ドロンとパンパパン。はい。分散和音なんですけど、典型的なアルペジオとはちょっと違います。8ビートのノリ、ダンダダンダダンダンダダンみたいな感じで。指は最初全部弾くでしょ。ダンダ、1弦、2弦、3弦。全部弾いて、ダン、1弦、2弦、3弦。こんな感じですね。これでちょっとかなりメリハリがあって、ここがかっこいいところなんですね。で、2番も同じように疾走ビートと間奏をやって、その後いきなりサビに入ります。サビはですね、We really need to っていうところなんですけど、ダウンビートってこう書いてあるんですけど、これね、リズムがドーンと落ちるダウンビートっていうふうに言うんですけど、これはなんか、今はちょっとリズムの解説のところ出てこなかったんですけど、このリズムが参考になります。16ビートのチャっていうリズムがすごい参考になると思う。ちょっと今のところ、そのサビの頭のところやってみますね。ワン、ツー、スリー、We only need to see this through。 はい、ノリがドンスクパンツドスダスタパン、これですね。そのダンスクパンツドンダスクパカタカ、リズムがドーンと落ちるでしょ。だからダウンビートって言ってるんですけど、ここ16ビートのノリが参考になります。ドンチュチャカツドンドスクタカチャ、シンコペーションです。こっちももうちょっとゆっくり、せーの、これもかっこいい。
こいいんですよね。これはねちょっと大きいスケール感になるんで、ぜひここチャレンジしてもらいたいですけど、ノリがゴッと変わるんで、あのそこがかっこいい、グーンと落ちる感じ。次のブリッジパート、ここが注目、今回かっこいいバージョンで一番注目したいところ、ベースライン、ベースになるんですよ、ここベースがメインになるのね、原曲は。これをウクレレ1本で再現しています。そうするとどうなるかというと、テロップに出すとこうなります。3弦の、0095ですね。0000000999995、これかっこよくない？これはねどうやってやってるかというと、3弦1本の音しか鳴らさなくしてベースの感じを出してるんですけど、これどういうことかというと、3弦以外の1弦と2弦と4弦はどうにかして音が出ないようにしなきゃいけないわけじゃないですか。そうどうやって音止めてるかって言ったら、ここ1弦と2弦と4弦をこんな感じで触れて止めてるんです。そうするとほら見て、4弦から弾いていきますよ、ほらプチって言うでしょ、触れてるだけですよ、押さえちゃダメよ。今4弦、次2弦、次1弦、3弦だけ音が出る。そうするとほらキーを押さえるときもどっかで1弦と2弦と4弦、親指で4弦を触ってるんです、触って止めてます。これはかなり高度なテクニックですけど、ぜひちょっとねチャレンジはしてみてください。もう一回いきますよ、0000、3弦だけ95000000、これリズムは疾走ビートね、かっこいいでしょ。これ難しいと思った方はシンプル簡単バージョンのようにコードで これでも全然問題ないですけど、ちょっとね雰囲気を高めてみると、このベースライン完全再現やってみました。でそれが終わったら、3回目で決めというか、タッ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 タみたいな、これ203連というカッティングを入れたいんですよ。タッ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 タって感じでまたサビに戻っていきます。このタタタタタタっていうね、このリズムめっちゃ難しいんで、ちょっと難しかったら、これでも全然いいです。はい、ちょっとこだわる方は、タタタタビワリニータタタタタタっていう決めな、ね、これかっこいいですけど、ぜひ、いずれはチャレンジしてみてください。でそのサビをもう一回繰り返して、今度最後はイントロ2を、2回繰り返すってことなんですけど、1回目はですね、このアイランドビートっていうようなリズムの参考になるってことですね。ちょっとそこの、サビの2回目の終わった後からやってみます。 If you're fucking your two pain だれつけてだれつけてどんどんチャカチャカどんどんシーでチャカチャカ今いな今いな F で、ここから8ビートのチャンネルいきます。今のアイランドビート的なっていうやつはなんだかチャカチャカ、これなんですね。 C で D マイナー A マイナー F だよ。このビートがちょっと再現したかったです。これだけちょっとしか出てこないんですけど、このアイランドビートっていう弾き方にめちゃくちゃ雰囲気が似てるんですよ。本来はアイランドビートって16ビートのリズムなんですけど、ちょっとあのここだ特別バージョンとしてちょっと C で練習してみると、なんだかタッカタッカなんだかタッカタッカって感じですね。なんだかタッカちょっとやってみてください。はい、分かんなかったらアイランドビートっていうところの説明を見ると、なんとなくそういうことかって分かってくれると思います。というわけでですね、もう山盛りなんですよこの曲。まあでもガズさんいつも聴いてるんで、ね、もうどうしてもこれ決めやらないとね、ちょっと気が済まないなと思って、こだわってやってみました。皆さんこれ今日はかなり濃厚でございます。ぜひぜひじっくりと挑戦していきましょう。そしてこれはね、もう本当にね、僕も歌詞をね、和訳をね、改めてちょっといろんなホームページでね、和訳出されてる方がいるんで見てみたんですけど、なかなかこうガッツのあるパワーの、もう若者のね、味方ですね、これは。もう僕も生涯青春男なんでですね、よしみたいな感じになります。和訳、絶対読んでくださいね。そうすると、この曲の輝きがさらに増すと思いますね。さあ、そんなわけで、もうこれはロックの疾走感。あとはちょっと弾くところもあったりして、このメリハリがこの曲のいいところですからね。取り組んでいきましょう。Blink 182のアンセムパート2、ガズレレレかっこいいバージョン。やってみる !1、2、3、4。Thank you.
Pray。パート2ガズレレリューかっこいいバージョンやってます。いやこれはですね、楽しい、これは嬉しい。僕ガズさんやたらテンション高いです今日は。はい、皆さんもぜひね、ちょっとこのブリンクワイティとおすすめですね。英語の勉強にもすごくなるバンドだと思います。ぜひやってみてください。さあ皆さん、お知らせでございます。今も使っていたこれね、G ラボのガズモデルですけど、これを含むガズレレ G ラボのガズのウクレレたちの、販売と予約が再開されております。はい、要チェックですよ。はい、ガズの初めてウクレレとわがままウクレレと薄レレ、このスタンダードラインはですね、即発送です。で、ガズが今使っているこの、ガズモデルとかヴィンテージシリーズとセミオーダーなどは予約注文ですけど、以前よりだいぶスパンが早くなっております。ぜひぜひ皆さんチェックだけでもよろしくお願いします。詳しくはここにリンク貼っておきます。はい、ここでですね、いろいろ在庫、今何があるかっていうの分かるようになってます。行くだけ見てみてください。最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがねたくさん出版している本のですね、一番新しい本の予約が開始になりました。リットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評、予約受け付けております。今現在予約の段階で、皆さん本当ありがとうございます。Amazon の、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入り、エリスグリの100曲入りとなっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ちょっとこの本に関する詳細、ここにリンク貼っておきますからね。ここに分かりやすくね整理されてますので、ご予約ぜひともよろしくお願いします。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。